でもマジで味見してないから美味しいかどうか分かんないってことで、せーの、いただきます。ちょっとお腹空いたので食べます。今日2食目2食目かな。卵焼きはなんか今日錦糸卵みたいなのを食べたくてめっちゃ薄っぺらく焼いてみたけど、美味しいかどうかわかんない。うん、アスパラベーコンも大量に作った。今日ウーバーしたんだよね、マックを。友達といてめっちゃ一日ゴロゴロしてた今日、なんか疲れ果てて、だから動いてない。ちょっと牛丼食べてみます。結構前にもらった牛肉ずっと冷凍しちゃったからちょっと食べようと思って。うん、うん、熱っ。なんかラピュタってさ毎年見てる気がする。なんか怖いからやめる、見るの。筋肉痛、うん、体がなんか疲れてるかなって感じだけど、でも昼寝もちょっとしたし、普通に6時間くらい寝て昼寝1時間くらいしてって感じでした。うん、一日ダラダラしたの久しぶりだった。歯もしてない。みんなは何してました？ごめん、メール送ってない。だからケータイも触んないでゴロゴロしてた。ケーっとしてテレビ見て寝てって感じでした。見て、牛丼おいしい。スタバは友達ん家でウーバーしました。うん、うん、うん、私も岩盤浴行こうか迷ったのけど眠だ。台風大丈夫かな。直撃したらお家出れなくないって思ってるんですけど。とは捨てらおばさんのクッキーも買ってきた。買ったから
なんだ。さっき地震あったよね。しかも風で揺れたのか地震だったのかどっちだろうと思ったら普通に地震だったっぽいけど。大丈夫かな。やばお話し会なのでよろしくお願いします。何しようかなって迷ってます。顔赤い今めっちゃ熱かった料理してる時。何着よう。着る服はいっぱいあるんですけど、明日お話し会来てくれるよってちょっとでくれます。明日朝なんだよね。 1,2,3 よろしくお願いします。あとそうだ、昨日はお話し会間違えた、サマステありがとうございました。本当みんながどちら下手に結構いてくれて嬉しかったです。楽しかった、ありがとう。下手で正解だったはずですがどうでしょうか。皆様来てくださった方今回でしょ。配信も映ってたのかな。すごいね、イタリアさんの衣装で合ってる。銀河ムチェックよくわかるね。みんなでもさ、銀河ムチェックの衣装もすごいメンバーに合ってなかった。なんか形とか、この子これ着てそうみたいな。なんかめっちゃ合ってたよね。ね、わかるよね。めちゃくちゃ合ってた。私はなんかノースリーブっぽいってみんなに言われて、イタリアさんのに紹介しました。手取り盛りだくさんで、個人的にやっぱ波乗りかき氷を卒業するまでにやりたい欲がまた増しました。なんだろう、この曲やりたいなとか結構ありましたね。私は二人乗りの自転車と君だけにちょっと違ったから、でも結構みんなが好きな曲多かったのかな。そう、 K メンバーが多くて、なんか二人乗りやったんです、間違えた、
そんな汗。二人乗りの自転車も初めてやったかな。私銀紙チェックを山梨ツアーでセンターでやって、めちゃくちゃむずくて全然踊れた記憶がないのね。そうだから今回なんかリベンジできてすごい良かった。ギンガムチェックってむずいんですよ。本当にむずいの。そう、でも本当はお団子やろうかなって思ったんだけど、なーちゃんとお揃いにしようってなってハーフツインにしました。17歳。可愛かった、ありがとうございます。食べた牛丼。アスパラベーコンとかは明日食べようかな。これどういうドラマなんだろう。有村さんと中村さんと誰やっけ、赤楚さんだっけ。これ顔赤い。72。法律の話なんだ。むず。ありがとうございます。
卵多かった。あのドラマ見て、なんだっけ、この声温めますから。で、中村さんがすごく大人の男性に見える。恋愛のドラマじゃないんだでも。めちゃくちゃいいよね、やっぱなんか。すっきある役が似合う人って本当にすごいって思う。これはじゃあ恋愛系じゃないんだ。今何話なのこれ。あーすごい、ちゃんリモコンが飛んでた。チャンネルって言ってた昔。 TBS なんだ。5話。もう、待って、ナイスフライトってもう4話まで行っちゃってるの。やってしまった。私1話で止まってる。担当アクションのツイッターに載ってる。エチエチモンキーって何？あと、あれです。16日にドットエールフェス、ドットエールフェスに出演します。ちょっと結構事前にの発表になっちゃったんですけど、来れそうな方ぜひ来てください。来てほしいなーって思ってます。お願いします。 Spotify のなんかだよね。はい、でもどうだろう、当分もうイベント出ないかもしれない気がするから、今んとこもうそんな予定がないので、やっと16くらいで落ち着くのかなって感じです。個人的にはね、他にも何かあるんだったら出たいなとか思ってるけど、まあそこはスタッフさんがね、メンバー決めてるのでわからないですから。一旦16でって感じかもです。ぜひ来てください。待ってます。衣装も可愛いです。初めて着る衣装かな。ありがたい。
瀬戸利は夏って感じ。でもね、出番遅いから、どんどん仕事終わりとかで来てください。うん、遅いな。だいぶ髪色落ちてきた。もう金。1週間経たずと金。配信は発表されてないならないんじゃないかな。わかんないけど、ない気がします。卵は後で食べようかな。明日はお話し会だから、朝一旦起きてメイク配信しよっかな。せっかくだしね。意外と朝早い。7時に起きます。間違えた。7時に配信しますから、しますから そうですね。一部なんです、明日は。だから早いんです。7時からショールームします。何着かな。アラームを6時50分くらいかけてギリギリに起きます。45分にしてここがいいから。朝スタバは我慢しようかな。敬語好き？私ってあんま敬語使えないよね。でも急に インスタに載せたさ、この辺の写真めっちゃ漏れてない？でもちょっとね、ブサイクな写真もあるわけ。ハンディファンを浴びてなんか変な顔してる写真もあるし、仲良しのマネージャーさんに喋りかけてる変な顔の写真。
でもいつもこんな顔で喋りかけてるんだと思って。え、可愛いよね。自分で言うなって感じだけど、ハイトーンってなんか太陽当たってる感じがめちゃくちゃなんかいい感じ。これもちょっと漏れてるんだけど、なんか髪の毛がおぼさってる。お姉ちゃんさんが撮るの上手。ギンガムチェックの人かわいいよね。2部は黄色だったんだよね。ここからちょっとまだ、これはね普通に室内でほっとったからなんだけど、ここからちょっと加工したら載せようかなって思ってる。黄色の衣装ってあんまり着ないから、なんか超レア。なんかそういう淡い色だとさ、いつも紫とかだから、あんま黄色の衣装着たことない。ね、そうだよね、レアだよね。黄色の人数が一番多かった気がするよ。5人くらいと黄色の衣装。もう焼き食べちゃうわ。もう今頑張って、レミヒューね。君だけにチュチュチュをやったんだけどさ、なる、ゆいゆい、なげちゃん、ひゆか、れみちゃん、あやねちゃんで私ってなって、なんか私だけ浮いてるって思いながら、負けじと頑張ったけど負けたわ。いけてないよ絶対。ほんとに、うんうん、焼きそば映像の時もやったんだよね、これ。これをその時もあれだ、全員2代目メンバーと私でやったんだけど、
ちょっと待ってね、仕事の練習してます。お腹いっぱいだとさ、この辺苦しくなりません？なるよね。あとちょっと、もうアスパラベーコンを食べれるから下でも卵だけ食べちゃう。疲れてるのかな。もう疲れてないわけではないけど、もう今日でだいぶ疲れくれた気がする。よし、うん、食べた。ごちそうさまでした。さて明日も早いからお風呂入ろうかな。こちらこそ話し会よろしくお願いします。明日土曜日なんだね。お風呂入らなかったなんかボケーっとしてたら入れなくて、まあもう遅くなるから先配信しちゃおうと思って実は入ってませんでした。なんかドラマ見てポケーっとしてたらなんかこんな時間だったもん。そう、そうめっちゃ序盤に行ったんだよね。これ入ってないって言ったんだけど、そうお風呂全く入ってません。じゃあランキングを見ます。13位まことアットマークあやね大福さん、12位梅こぶちアットマークなとりどんさん、11位クロキアットマーク明日は早起き頑張りましょうさん、10位ささびさん、9位ゆうきさん、8位やすさん、7位今日も超かわいい話よろしく2部伸び少しでごめん YK さん、
6位りょうたアットマークとねももえさん、5位くにさんおきアットマークなんばさん、4位ダイヤくん、3位ヒーケートンからアットマークたいさん、2位ロロさん、1位エナジーアットマーク生涯応援するよさんです。ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。